立つ。なんでもう今行こうと思ったのにお前ねえ今僕言葉が今出たとこにかぶせないでって。めっちゃいい確率出たのにな。もう確率マラソン。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。マクロでございます。ずっとかぶってるけどいいの？いやもういいよ、このままやるから。皆さん、この季節がやってきましたね。え、毎年恒例4月。4月といえばあの行事が、はい、ね、あの行事みんな知ってるよね。ああ、節分、超次元相撲。俺も相撲だと思ってた。確率マラソン。知らない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 。も最初に言ってましたね、それ。まあ確率マラソンって聞いてなんかどういうのかなってわかる、うん、どうすか。まあ、サイコロの出目勝負とか、あ、そうね、狼手名付ける確率とかね。そうです。いや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 、全然そうじゃなかったけど。今回はですね、マインクラフトにおける、まあ、いろんな確率を集めました。はいはい。まあ、狼を手名付ける確率が何パーセントとかあるんですよ。でそういうのをいくつかこうまとめてですね、あの、はいはい、マラソン形式にしたと。障害物走なんだね。そうです、うん、一つずつクリアしていくみたいな。で最後、難問をクリアできたやつが一番に、うん、今年の2021年確率を。あ、ちょっとね、これは軽くテストしたんですよ、うん、はい、はい、マジで難問すぎた最後。あのね、クリアできないかもしんない。やべえなそれは。誰かクリアするまで一生やります。心の準備はみんなできてるか。できてはない。おー。できてはない。急にお前が一番びっくりしてたよ。いや今日別なの。今日か別やつだと思ってたから。別の撮影の予定だったんですけど、お兄さんびっくりしちゃった。準備間に合わなかったので急遽こっちを繰り上げて、まあ、全然お前昨日のエイペックスのせいだぞそれ。誘われましたね、準備あるって言ってんのに。まずですね、あそこにいる狼くんを、はい、まあ、手名付けるっていうやつなんですけど、あ、よくあるやつだ。はい、ちょっとまあ骨を無限に持ってたら連打するだけじゃないですか。はい、なるほど。ということでここのね、オブジェクトに乗ると骨が一つもらえます。はい。でこれ何回乗っても一個手に持ってる状態だともう一個しか持ってないです。なるほど、はい、はあはあはあ。であそこに走っていって渡すと。そう、なるほど。でダメだったらまた戻ってここで取っていただく。うわーすげー。なんかチートしてる人いる。え、どうしよう。それは裏技だな。確かにチートしてる人いるね。チートしてるな。競技始まる前にこいつ乗ってたよ。これがレギュレーション違反ってことでいいね。はい、反則はね、録画に残るんで。反則したやつはマジで本当動画でめちゃくちゃひどい扱いします。狼を手なず…お、すごっ。え、これが確率だ。すげー。手名付けられる確率は一応 10% ぐらいかな。じゃあ今は 10% だ。 33% あります。 33%。 まあまあまあ。で次、ここの金ブロックの上に立ってもらうと、はい、ウサギがここに出ます。お、うん。で、このチェストの中に入ってない。入ってない。入ってない。で、ダイヤの剣でウサギを切ると。はい。そしたらまあウサギがずっと無限に出てくるんで、はい、これでウサギからですね、あのレアドロップでウサギの足が出ることがあるんですよ。はいはい、なるほど、なるほど。ウサギの足をゲットできたら先に進めます。で、こっからは、釣りですね。このチェストの中に入ってる釣り竿を取ってもらって、熱帯魚を、熱帯魚、熱帯魚、意外と見かけそうで見かけないね。そうそう出ないですよね。ハリセンボンってたまに出るの分かります？あー、はいはい、うんうんうん、あいつよりレアです。あ、そうなんだ。何パーセントでしたっけ。何パーセントなんだろうね。俺が言ったけど俺も覚えてないんだよね。覚えてないよね。ちょっと、まあ、でも5%ぐらいなんじゃないかな。最初33で2番目多分あれ 10% ぐらい。 10% ということは多分これ一桁、まあ、1% か 3% ぐらいなの間違いないですね。すげえな。でしかも釣り1回時間かかるから、まあ、ここは難所ですね。で最後が、はい、ここの、ね、木の上に立つと卵がもらえます。はい。でこのくぼみの中に卵を投げ込んでいただくと、はい、たまに鳥が生まれます。そうですね。た
ただこれ鳥が生まれてもクリアじゃなくて、実はマインクラフト都市伝説的に一つの卵から四つの鶏が生まれるっていうことがありえるんですよ。なるほど。これがマジで起きない。これなんか絵的に動かないから脳がバグりそうだね。鶏生まれないもん、はい、まず鶏が生まれる確率がもう割と低かった気がする。鶏が生まれる確率が 12.5% なんで、はい、なんだったら狼手なずけるよりも低い。でなおかつこれ鶏が1匹しかいない場合即死んじゃうんで鶏。あーなるほど。4匹生まれた時はここに残って、まあ、扉が開くって感じ。なるほど。じゃあ鶏出るけど、なんでトラソンもうやってるの。なんでやっちゃうの。いや面白くなってまいりましたよ、確率マラソン。いやこれどうなるんでしょうね。これ2021年からの新種目ですから。でもこれ要するにあれでしょ、運が良ければもういやもう一発でクリアの全部一発だったらもうえぐいことなってる。もうそしたらすごいわ、うん、明日死にます。まあとりあえず必ず1位の人が出るまでは、そうだね、1位が出るまではやるね、やります絶対に。で時間に余裕が0時超えてなかったら2、3、4位もそうだね、はい、やります。はい、まあ、デッドラインとしてね、0時超えたらもう強制終了です、ね、はい。じゃあみんな準備はいいか。いいぞー、いいぞー、オッケー。ということで2021年日常組確率マラソンスタート。いけー、一発で行く、一発で行く、はい、あ、無理、ダメか。みんな一発で行くよ、誰もダメか、一発で行く。きた、え、マジで、え、ダメだ、嘘だろ、俺まだなんだけど。大丈夫、どうせ追いつくから。あ、行った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 。え、まだ俺行かない。俺もうウサギゾーン来てるからね。嘘、はい、いや、待って、俺全然当たってない。え、早っ、一発じゃん、マジ。よし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 、うん、強すぎない。あ、懐いた懐いた、来た来た来た。ちょっと遅いな。スリーバカみたいに長いよ多分これ。ちょっと待って、俺らまだウサギ全然出ないんだけど。ウサギ出ないんだけど、やばい、え、えぐいえぐい。え、ペイントさんに抜かされるのはあかんよ。いやこれマジ抜かすよ。あ、いったいったいった、嘘。出た出た、ちょっと出ない出ない出ない、クロノさんがこれ詰まってる、ね。ちなみにさ、これ1匹釣れんのに30秒近くかかったよ。あ、来た、あ、来た来た来た。じゃあもうこれ、大差ないやん、マジで。いやもう、あ、強力だ、強力。やってか、4つぐらい出とるやん、ウサギの足。拾わないとダメなんか。さあ、ちょっと待って、急に静かになったよ。静かになったよ。釣りはなぁ、どうしようもないよ、これ。どうしようもないよ。これはね、まあ仕方ない。目の前に見えてんだけどな。これ熱帯魚ですからね。1.7% 拾えるのか。動画の盛り上がりポイントは終わったね、もう。いやいや、いや盛り上がりポイントはあるよ、鳥で。いやまだ全然だよ、ちょっと全然来ないんだけど。うん、来ない、まず魚が来ないもん。俺もう4匹釣ったけど全然来ない。あ、でもクロノワさんゴム出たじゃないですか。お、マジっすか。ちなみにクロノワさん、あのハリセンボンに関してのあの、うん、パーセンテージは 11% って意外とね、意外と高いんだね。意外と高いですよ。これさ、釣りってもうちょっと分かりやすくなかったっけ。いやまあ範囲が狭いっていうね、三角形、ね、全然来ないからさ。いやまあ沈んだ瞬間だね、やっぱり。そうだね、うん、あ、そうですね、音でもね分かるし。いやちょっと俺のこの囲い青だからすごい目に優しいわ。いや俺もね目優しいんだよ。僕とか毒々しい魚しかいなそうだもん。トラゾーのやつとかマジで黒巻きで何色にでもできるよ。あ、終わった。え、出た、明太子出た、嘘、え、はい、急に当たった、待って、急に逆転やん、何パーだっけ、明太子 1.7%、 嘘でしょ。やばいって、もう引いちゃうのまずいって。じゃあ俺卵いきます。いや僕無理だって、そんないけないって、うん、もうさ自信なくなってきたわ。嘘、真っ先に来てたもんね、トラゾーさんの。マジかよ、初手初動めっちゃ俺遅かったのにね。え、うんって怖いわ。来た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 、ここから地獄だからお前。いや、やってやるよ。なんかもういける気がしてきた。いける気がしてきた。まあ確かに乗ってる時は本当ね、乗ってる、今舐めきてる。今のうちに出てくれ、頼むから。これやばいよ、しにゃさ、俺らさ、ここで元気なくなったらもうより元気なくなる。やばいね。もうここはさっさと抜けときたいんだよね。めっちゃ楽しい。次はしんどい。
めっちゃ楽しいぞこれ。脳死でできないから釣り。そうなんですよ。しんどいな。ペイントさんの後ろ姿が見えてんのがおもろいんだよな。俺お前ら早くこっち来いよ。見えねえ。頼む。いやマジで出ないけど熱帯魚。いやマジでビビった本当に。こんな出るんだ。ペイントさん今ちょっとソシャゲ開いてキャッチャー回しなって。今でしょ。来てるよ。いやマジでどっか回す。うん、そっちに使いてよ。一回ペイントやってみ。どっか。お終わった。おえ。四匹出た。え。あ、4匹出た。はい、終わりでーす。いや、ちょっと待って、クリア時間ね、5分ぐらいだよ、多分。え、今日0時超えたらとかいう話しなかった。え、え終わったね。は、俯瞰のカメラ欲しいって言ったから。みんな俯瞰どうする。よしよし、俺がどっか回そう。どっか、どっか、そうでしょ。お前、俺今日の撮影終わったから俺。やばすぎるって。いや、なかなかないよ 0.39。 だって僕、革の靴とか今手に入ってるからね。もう骨とか手に入ってるもん。やばくない？困るな、このパターン。マジってやばいって。いや、ビビった。もう終わりだ。まあ、とりあえず第1回日常確率マラソン歴代1位、2021年1位は僕です。いや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 、これもう事故でしょ。事故ってるって。第1回で終了よ、こんな期間。あー、出ませんでした、残念ながら。あー、目当ては。あー、ということで、もう運を使い果たしたということでね。いやー、もうね、いらんとこで運出しちゃったね。いらんとこで運出しちゃって。いや、まあ、皆さん頑張ってください。ね、俺、生だら14匹いるんだけど。いや、僕も14匹いる、生だら。めっちゃ引いてる。おっと、この熱帯魚さん、クリアできる人はいるのか。これだってそんな視点動かす俯瞰で。こうやって、もう、こう臨場感ある感じで。頑張れ、いいよ。出ないよ、出ないよ。ブーツだ。いや、マジで笑っちまうな。すごいな。さ、はい、これだよね、想像してたの。普通これだよ、うん、こういう絵だよ。そう、こういう絵を求めてた俺は。うん、ウェイト君、編集の時にあのタイマー出しててもいいレベルね。な、もう RTA だよね。なんなら RTA だよ。誰かその記録超えられんのかよ。めちゃめちゃハリセンボン出てくる。さあ、黒沼さん、ハリセンボンも結構ね、レアですからね。もう 10% ぐらい減らしてくんねえから。その生だらいいって。生だら、しにみさん何匹ですか？今15です。あ、17です。さあ、この魔の熱帯魚ゾーンを超えられる人は現れるのか。いや、そろそろ誰か行こうよ。そろそろね、そろそろね。ハリセンボン待ってたって、まだ待ってんだよ、あの地獄が。さあ、3匹目で熱帯魚を釣ったペイント。やばすぎる。3匹目で熱帯魚。てか、この釣り竿さ、耐久値1をつけてるんですよ。うん、壊れそうじゃね、なんか。壊れそうだな。怖いんだけど。徐々に減ってるよね。徐々に減ってるんだよな。まさか卵あの速度で終わる。 0.39 出しちゃうんだ。でも、もしかしたらまだね、その卵の方が落節がまだ残ってますよ。あるか。ここで運気を食べてるかもしれない。うん、なんか意外と熱帯魚が苦戦だったみたいな。そのあ、熱帯魚はね、苦戦かもしれない。いろんな種類が出るから。そうね、時間かかるし、その釣りまでの連打できないからね。うん、ガチャ演出にしては長すぎるんだよ、だって。さらにシングルガチャっていうな。シングルガチャで。今回はね、ロロさん、少しでも早くゲットできるように水の中入ってる。いやもうここならどっから右クリック押しても水の中入ってくれるからさ。そっかそっか。やばい、靴って入れたらちょっと履くわ。だんだん全部装備揃ったらおもろいよな、これで。ね、俺これでもね、案外疎外感感じて寂しいのペイントさんなんだよね、多分。まあ、皆さん考えてみてください。プラスに無料でガチャが引けるんです。いや、ね、いや、無料でガチャが引ける。いや、僕みんなで苦しみたかったよ、もっとこの戦いを。いや、俺も苦しみたかったよ。俺も苦しみたいっていう気持ちがあって、この確率マラソンを提唱したんだから。そうだよね、ペイントさんも結構その苦行みたいな割と好きじゃん、動画でね。そう俺22匹たら。もう熱帯魚出ないんじゃねえか。うちのイケスないんじゃない、熱帯魚。ペイントさんのイケスで釣った方が出るんじゃないかな。釣ってさ、戻ってくれば OK なのかな。いや、
どうなのかな。一応手元に熱帯魚入れば開く仕様なんで、ペイントさんのところに釣っても変わんない。じゃあこれで間違えて釣ってやったと思って黒名さんのブロックに触れたらやばい。あ、じゃあ俺これ着陸したらやばいかも、今熱帯魚持ってるから。まずいまずい、やめて。あ、いや大丈夫ですよ、大丈夫大丈夫。大丈夫なの？あの、その人が持ったらっていう判定なんで。あー、すごい。いや、ちゃんと不正ができないようになってる。あの、これせめて5秒に1回釣れるとかにしてくんねえかな。いや、それはさすがに確率マラソン協会は特別仕様にはできないですよ。なんだったら卵とかウサギは結構やりやすいようにしてあるんで、確率マラソン協会大丈夫大丈夫、これあの、確かにね、文句言ってんな。卵本当にやりやすいんですか？いや、わかりません、わかんないですよ。君早く終わったから言ってるだけだからね。僕は早く終わったんで何でも言えます、僕はもう。知りません、そんなのは。もうペイントさんからしたら熱帯魚もやりやすくできてたでしょ。一番やりたいって言ってたやつがすぐ終わっちゃったんだから。おかしいな、普通言い出しっぺって一番かかりそう。お、来た、マジ。どうぞ第2通過、熱帯魚と、それよこせよ。黒縄さん食っていいよ、もうさん、お先に失礼します。その熱帯魚よこせって。食えよ、ほら。さあ、黒縄さん、卵ゾーン来ましたよ。よっしゃー、しにみさん、もう俺ら無理よ、これ。俺ら無理よ。あー、一匹だ。もうだってカメラマンも興味なくしてあっち行っちゃったもん。まだこっちの女が選手いるんですよ。そうだよ、二人だよこっち。あー、映してくれた。いいよってなんで。おい、たまにこうやって上に上がってみてあげるから、こうやって。ペイント待ってるのすぐ追いつくからな。皆さん、頼みますよ。でもさ、いや、めっちゃ生きてんだ今逃したの、熱帯魚だわ。めっちゃニワトリ生まれてんだよ。めっちゃ生まれてる、めっちゃ生まれてる。いや、でも、死にみさん大丈夫だよ。黒ナザあそこで苦しむから。そうでやってくれ、頼む。頼む、もう来てくれ。黒ナザそこで3時間苦しめ。あ、来たー。よっしゃ、うそー、すげえ。マジで熱帯魚じゃん、ここら辺。熱帯魚だよ。熱帯魚だよ。やっぱりあれですね、熱帯魚ゾーンはいろんな魚が出るから、うん、実質十何パーとかじゃないのかもしれないね。ありそうだね、なんかそれ、ね。いや、1.7 パーじゃない。危ない危ない、シニエルさん、さっきからすごいミスってるから、数変えた方がいいよ。一生釣れてないよ。でもこれ、クロナーさんが逆にマジで運いいって可能性もあるからね、本当に。そうだね、いや、2人もそんな運いいことある？いや、釣りで運気を貯めたんだよ。卵やってるやつが何も言うんだよ。卵やってるやつが言うんだよ、こっちだって。いや、僕も卵一瞬で突破するから、マジで。早く熱帯魚終わってくんねえか。早く。あの、ちなみに釣り竿の耐久度あと少しで半分切ります。あ、まだまだ、まあ、俺らも、俺の、まあ、俺のお下がりあげるよ。あ、もらう。俺3匹で釣った釣り竿だからね。そっか、まだまだ新品だね。うん、もらっていいんじゃん。あげますあげます。今上に落としました。あ、落としました今。あ、よし、黒縄さんの釣り竿ももらおうかな。お、黒縄さん、俺もらっていいですか？じゃあ。ああ、いいよ、あげる。いや、おかしくない、おかしくない。はい、ちねえさん、これあげるよ。そしたら、トラゾーからもらえばいい。あげる、あげる。トラゾーの釣り竿じゃね。なんか、これ、もう、ボロボロだし、もう。ありがとう、ありがとう、クロナさん。めっちゃ手汗染み込んでる。まあ、いや、でも、これでトラゾーさんが先に来たら、もう、ちょっとスピリチュアルを信じざるを得ないよ。暇だな。暇？うん、暇？はい、今一番ダメよ、暇って言っちゃう。暇って言葉。あ、死神さんが釣っております。おっと！反乱が起きてる！これに何か意味があるでしょうか？どうなるんだこれは。もしかしたら熱帯魚も流れていったか。嘘でしょ！今確率委員会が直します、これは。さすがに。あ、ダメですか。さすがにちょっとレギュレーション違反です、これは。レギュレーション、いや、なんか変わらんけど。イエローカード。あー、出ちゃった、イエローカード。出た。次、あの、イエローカード3つで、あの、はい、熱帯魚1匹追加です。え、2匹。はい。あれ、実況ってこんな静寂を訪れるの。黒田さん、じゃあ、あの、トラゾンのとこ見ておいてもらえますか。あー、了解です。あ、ちょうどいい、ね、2-2でね、カメラとプレイヤーが。ね、じゃあ俺、クロナーさんのこと見よう。なんでだよ。あいつアピールするね、カメラに。クロナーさんいなくなったんだけど。まめまめまめ。ああ。出ないの。あ、来た。やったさ。やだ。
ちなみにですね、私はですね、鮭が11匹、生だら36匹、皮が4、フグが8、熱帯魚にブーツが2つに、っていう結果になってます。いやー、死神さん、あとはもうニワトリゾーンですよ。ちょっともやだってマジで。え、トラゾーさん、ニワトリ待っててよマジでダメだからね、それ終わったら。意外とね、意外とね、来るよこれ。長押しでした、黒沼さんって。長押しした。あ、はい、俺は1個ずつやったけどね消えてから。あ、来た。あ、え、ねえ、ニワトリ出るんじゃないマジでトラオンかよ、しかもえ、これまだ僕ゴールまでやらなくちゃダメ。やんないとダメだよ。もうレイジがデッドラインだっていや、あと2時間あるよ。こっから2時間見んのこれ。うん、いいよ、全然2時間見る。もうそうだろ、うん、いや、3人に終わったし、みんなでFXしてきなって。いや。もうやれよー、もう、疲れてきたよ。いや、マジで、ツイッター見てる今。マジでツイッター見てる今。うん、ツイッター。なんかつぶやいてよ。え、オッケー、おっぱいってつぶやく。いや、マジで、なんだろう、この背徳感つうかさ、撮影中におっぱいってつぶやく、このなんかちょっと悪いことしてる感じ。いやガチの変態だろそれちょっと興奮するよね。いやあ、カンムリさんから LINE 来た。あ、もう全然平気よ、カンムリさん。やってないから、特に。カンムリさんからあのアニメートもね。アニメートも、うん。定番の挨拶。あっ、おお、急に来たやん。お前それ大丈夫今の。お前これ使えねえぞこれ。案件の話してたけど。おめでとう。じゃあまだあるから。じゃあ、そうだよ。はい、クリア。いや、違う。はい。いや、もうだってもう秒だよマジでこれは。やればいいよ、秒なんでしょ。秒だよ、ほら。早く。時間かかるね、新山くん。いや、マジでやばくない？ね、ちょっと僕怖いんだけど。なんか、いや、マジで。じゃあ、なんか、多分ね、俺と黒沼さんとトラゾーがマジで早く出すぎてるってことなんですよ。まあね。可能性だよね。これが普通だ。これが普通だって、1% ないんでしょ。そうそう。そうだよ。本当はそうなんだよ。なんで逆にあんな早く行ってたのかって話を。いや、俺らが、なんなん疑問に思ってきたよ。本当に怖いなって。ね、確かに。これを見ちゃうかな。いや、俺もさ、なんだかんださ、いや、あれで俺が早くクリアしたら面白いなと思ってたけどさ、うん、0.39 だからね。もうね、あれどうした。あ、急に来たよ。びっくりした。猫さんの鳴き声で開いた。にゃーんで開いた。すげー、死神さん踏んでください。とうとう死神くんだ。来たー、クリアだー。おめでとうございます。やったよ、マジで長っ。タイム的に言うとペイントが10分未満ぐらいで、10分未満で、黒沼さんが20分弱ぐらいかな。そうだね。で、俺が30分弱ぐらい。そう、1時間。まあ、なんなんでしょうね、ほんとに。なんや、ほんとに。これ怖いね。これあれだからね、一応断っておくと、別にデータパックで僕だけ遅くなるようにとか、そんな寒いことはしてないからね。いや、ほんとだ、そうだよね。ガチに真剣勝負ですよ。運が悪いんだと思う、だって。当たったしさ。辛辣だな、ね、今。めっちゃ傷ついた、今。ガチで運が悪いんだと思う。